さあ2戦目さあ2戦目怖いなぁ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 これハットレスじゃないでしょうこれなぁなぁなぁ歌聞こえないからねこれ心音バクバクなぁなぁなぁさああれどうかなと思ったね違いますねどこだあれ違かったんおなあなあなあこれじゃないはい早速バレたかどこだ山岡凛ですねバレちゃったバレちゃいましたよアナちゃんではない見たな恐ろしいくそドッキリが失敗したすいませんこれドッキリ企画です、マジかマジでもう長年やってるんでねバレちゃいますよあそれもそうやなそうどこ行ったハマるの待たずにあハッチ見つけこじたいなダメですよはーい夜ですもんねあれどこ行ったどこでしょうねじゃあちょっと出てきて切らないから本当ですかじゃあ、うん、ちょっと後ろテレサー視点ではいテレサー視点で簡単なスピリットの特殊能力をどこいるいたスピリット説明プリズムウォーク口で言ったら難しいですけど、はい、発動したら私死んだらこれ見えなくなってるんですよねで本体がいる状態であれもう入隊離脱使い勝手がいいのか悪いのか難しいですけどただこのやってる間もう一回やれとあ失敗したさあどこだどこにいるかなまた行こうほらこれであっあっはっは買ってこいとよっしゃ大工じゃないかはいよしじゃあ行きまーすはい多分これでも俺は完全に入手になったと思ったら目の前にいたよからよしさてドッキリも失敗したからなせめて一回くらい気をつけたいなあーこれはなめぶですかなめぶですかなめぶですかよし、これで1回は切りつけたから、あとは吊るすだけ。はい。ルール上、次は吊るしにかかります。いたーなぁ。あれ。煽ってますね。さあ。さて、どうしよう。さあ、どうしよう。ちなみに今回パークもね、はい、スピリット専用の道ですよ、ね、なるほどあれなんかほんと4つ目つけてきてないですもんねパークはおうおうちゃんとこだわってやってきました変なとこだし素晴らしい多分これあれもう戻ってきてると思ったんだけどなぁいやもうドキドキですよこれなんでですか怖いもん1対1は怖いっすよでもさっきあっさりやられたくせにもというよりも
あれあれ、私だったらあと1本1個直ってるから1個の段階で、はい、多分近くに行くはずだもんな、ゲート近くに。ただテルさんのことを考えたら裏を変えてきそうな気がするんですよね。はい、怖い怖い。よいしょ、テルさんの考えが本当読めないからな。プレイヤー見てますけど、その声なしでやることが多いじゃないですか。はいはい。なんかその時考えてることがうまく理解できないっていう私のマイナス点がですね、まあ慣れてないからっていうのもあるんですけど。どこ行った？どこ行ったかな。こう言いながら実はロッカーに隠れて頭回ってたり。どこ行ったかな。あれ？後ろついてきたりしないよね。はい。今本当に振り返りましたからね。後ろの正面だあれって。はい。そうですね。はい。ないないばい。あ、そこ戻ってきた。っていうかもう。それノーワンじゃないですか。ノーワンになっちゃう音量やな。ノーワンってなんすか。もうそれ一撃じゃないですか。そや山岡のパークはどういうことですか。メメントしたいんでしょ。いやメメントつけてきてないっすよ。いやついてますよそれ、そのパーク。あオブセッション。あそうなんすか。そうなんですよ。怖いなぁ。どうしても、むしろカモン。開けてくれたんですか。開けましたよ。どっちの方かな。反対側にいるかな。反対側にいるかもな。その言葉が嘘なんでしょう、きっと。そうですね。騙されないですよ。じゃあおお、ゴーン。うん、やばい、ほんと無口になるな。やばい、ほんとにテルさん吊るしたい。あ、これ片っぽだけしか開けられない。やべえ、今知った。今知った。まずいまずい。やべえ、逃げ入る。ガチでポカした今。やっちゃった。わざとでしょ。え、どれぐらい前から待ってました。いやもう通電した時にその音量のパークでキラーの位置が分かるんですよね。あ、なるほど。離れていった隙にそこにも行ったわけだ。そうです。でもゲートとどん、そうですね、ゲート前立ってたんで、そしたら開けてくれたんでですね、はい、なるほど。はい。いやあれでちょっとプレッシャーになるかなと思って反対側行く、その中でもアウトやった、ね、そうですね。これペルサー試験面白いことになってるかもですね。ですね。はい、というわけで今回ここまでドッキリは失敗にございます。はい、ではもしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちいたしております。お願いします。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。